眺め、やっぱり北帝国とは景色が違いますよね。おいおい、旅行気分のようだけど、これは任務なんだからな。はい、分かっています。ん、分かっていればよろしい。ところで、気のせいかもしれませんが、ここって街道から外れていませんか？確かに。キリト、一体どこへ向かってるんだい？ああ、北条の森へ向かっている。北条の森には魔獣が生息しているらしいんだ。魔獣？なるほど、そういうことか。あの、どういうことでしょうか？おじさまはバリンド大地軍の村にいるのですが。出発前に集めた情報によると、北条の森に生息しているのは比較的弱い魔獣のようだ。禁忌騎士の檻へ行く前にティーゼを鍛えるにはちょうどいいかと思ってさ。え、訓練なんですか？気が進まない？いえ、そんなことはありませんけど。北条の森か。薄暗くてちょっと不気味ですね。お、あそこに魔獣がいるな。あれはミニラフレシアだね。ああ、そんなに強い魔獣ではないはずだけど、気をつけろよ。大丈夫ですか？ジェネレーター増やせる。はい。
するね。はい。勇者任せてください。はい。勇者任せて。はあ。
訓練はこれくらいでいいだろう。ありがとうございました。キリト先輩、ユージュ先輩、お疲れ様。ティーゼ、大丈夫かい？はい、私は大丈夫です。ところでティーゼ、気がついてる？はい、つけられてますね。またキリト先輩かも。おい、俺はここにいるぞ。あれ、てっきりまた誰かさんのいたずらかと思ったよ。ったく、もう許せよ。それより俺たちを尾行するなんて何者だろうな。確かめてみよう。了解。俺に策がある。少し戻ってあいつをおびき出すぞ。今だ、走れ。わかった。おい、誰だ？剣士なら名乗ったらどうですか？逃げられたか。あの剣士、なんで僕らを。ああ、何者だろうな。悩んでいても仕方ない。ティーゼのおじさんが住んでいる村に向かおう。お疲れ様。終わりましたね。